いたあなるほどすごい興味深い数字だね、これはね。20代が66%。<laughs> 10代が10.4%。10代が10.4%。20代が66%。30代が16.3%。40代が5.7%。死にゆく50代が1.2%。60歳以上が0.4%。<laughs> だいたいこんな感じだろうね。やっぱ俺よりちょっと年下の奴らが見てんだろうな。 いや、30代も増えちゃったね。まあ、そうだよな。どうせいや、でも俺嬉しいから、この30代さ。あ、おい、待て。地域も出てくるんじゃねえか。おい、待てよ。待て、これ、待って、見せていいところなのか、大丈夫か愛媛県 !18.2%! 愛媛で大人気うんこちゃん宮城県人気がやばい <laughs> 宮城県どうした ?0.9%! ちょ、これ見せてぇな。 なんで愛媛で、こんな人気なの俺、愛媛のなんか地方ローカルのテレビ局とか出してな恥ずかしがらずに炎上怖がるなバカども弱気になりやがったこれ見せても大丈夫なページかな大丈夫だよねなんだこれ検索で、辿り着いた際のキーワード、うんこちゃんアルディアって何 ついうんこじゃんとか、ね、<laughs> おいピューストの効果なるほどすげえ俺ピューストでなんかかなり集めてんじゃねえかよ <laughs> おいよかったアダルトグッズレビューして、ピューストで俺がかなり人気を博してるすげえなピューストってあのチローグッズだろ役に立ってるな俺なやべ、ちょっと延長しておかないと。あ、延長してるわ。 嬉しい。知らなかった。え、なんか地域のやつ見せたい。え、なんで東京で俺こんな人気ねえのバカなんじゃねえのこいつら俺、愛知とか俺、じゅ、俺47都道府県で一番嫌いなんだけど、こいつら自分持ってねえから。<laughs> だからお前ら俺のこと好きなんだろ、愛知のバカども。俺の言うことに右から左に言うこと聞いてんだろ。俺、ちなみに47都道府県で愛知一番嫌いだからな、俺。<laughs> なんでし、俺東京とかに好かれたいよ。 なんで愛知でこんな人気なの俺。えー、俺、愛知行こういっか愛知で俺イベントやるから、タダでおい、<laughs> 俺見に来いよ愛知のバカどもおいしろ俺、愛知でタダでイベントやっから、見に来いよダッチで約束するわ俺、確実に俺が無料でイベントやっからお見に来いよ場所もお前らが押さえとけ愛知のバカどもがお宮、もう宮崎、宮城が絶対行かねえからなえ、これ行くしかないでしょ愛知県なんで俺、愛知でこんな人気なの 千葉とか全然人気ねえし。お前、どんだけ俺が、縦山を押してやってたもんだよ。お前らお前、老人化率36%超えで、沈むゆく船のバカどもなのよ。お前、森田検索なんかに知事やらせてるのはバカな件があんだよ。お前俺が応援してやってるのよ。こんな俺応援しねえんだふざけんなよ、ほんと。頭おかしいぞ、こいつら。期間もっと広く見えるよ。3月1日からやってみる。 この日何 ?3 月19日やばいえちょっと待って !3 月、3月19日に俺の飛躍のヒントがあるぞ !3 月19日何やった見て見て見て何した何した何したちょっと調べてこれとんでもないことになってるカラオケしたの <laughs> ふざけんなよ何なんだよそんなく からねえとこばっか見に来やがってよおめえ普段の放送見に来いこんな一生懸命やってんだからよ普段の放送見に来いよ、バカ誰が。面白い放送やってんだよ。<laughs> <laughs> 俺の視聴者全然気ぃ。全然うんともすんとも言ってないじゃん、俺の視聴者。びくともしてねえじゃねえかよ、ここ。一日で。 2500人帰ってるし。だってこの、これ、だってさ、6000人、6000人、多分、俺の、男の人じゃ、6000人、6000人って、毎回6000人は見てくれてんだよ。えー、だけど、その、この前日の2600人が次の日190人になってんだぞ、こうやって。ああ、うんこちゃんダメだっつって。もう絶対俺はもう心許さねえから。おめえらそういうとこは嫌いだよ、女の。俺はな。あ、ユーザーチャンネル解説でやっぱ、初日って大事だよね。 そういうチャンス逃してんだよな、俺。もっともっと絶対、もっと人絶対増やせてたんだよな。ひよるんだよな。もっとそういう時にガッツさ、叩かれてもいいから勝負かけなきゃいけねえんだよ。意外とピューストレビューで <laughs>、こんな、ソーロー多すぎだろ。いやいや、面白い。こんな苦になってたんだ。いや、でもああ、あ、東京が逆転 <laughs> した待って盛り返してきた <laughs> やった やっぱ俺みたいやななおい田舎なんか行かねえからやっぱ俺みてえなやっぱな東京が似合ってるってことだろよく分かってんじゃねえかいやでも愛知嬉しいわなんでそんなに愛知の人たちから見てもらえてるのか分かんないけど普通に嬉しいなんでだろうな愛知県民の心にグッと来てんのかなやるわなんか恩返しに行くね これ約束する。何かで恩返しに行くわ。くだらねえ、なんか有料で別じゃなくてちゃんとやるわ。<laughs> 恩返しっすわ。なんかそれ、なんか企画にして動画だげるわ。どっかで。設定してないと愛知になるのマジで意味ねえじゃん、それ。あ、設定の一番上が愛知なんだ。おかしいと思った。俺の気持ち、モテ遊ぶなよ、そんな。ふ <laughs> ざけんなよ。モテ遊ぶな。 家業だからね。ぬかい喜びさせんなよ。